大谷のホットドッグの食べ方。エンゼルスは全選手に、ホットドッグに何を乗せると聞く動画を投稿。コートラウトや他選手は、ケチャップとマスタードと答えたが、大谷は、乗っけねえよ、と回答。水原通訳は慌てて、キーセットナッシング、と伝えた。プレインホットドッグまずそうで草、そもそも食べないで。もはや大谷の食事はネタやなわら、ケチャップマスタードドバドバで結果出す。トラウト草、イチローもピザ、ビール、ハンバーガーだから食事関係ないだろ。一気はユンケル飲んでるからオーケー。ユンケルはロタ、笑ってるけど、ガチで回答してそうで引いてる。トンカツの衣剥がすくらいだから、パンぶん投げてソーセージだけ食べそうやな。WBC 優勝の瞬間で草、165キロでパンを投げる男、ソーセージすら加工肉だから、食べないやろ。大谷、ホットドッグ、パンとソーセージ抜きで、何も残ってなくて草、食べるところない、何に対しても節制して、野球をする上で邪魔なものは全て排除、こんな生活楽しいんか、乗っけねえよ、は草、ケチャップ、マスタードピクルスダクさんがうまいぞ。大谷は味覚より体に必要な栄養素してるからな。日本人なら、わさびと醤油やろ。実際マジで食べてない。パスタに塩だけで食って、ホットドッグ食うのは意味わからん。逆にケチャップマスタードつけた、ホットドッグ食って、あの成績残しているトラウトの異常さ。日ハムファンとしては、シャウエッセンと答えて欲しかった。唐揚げすら我慢するから、ホットドッグも実際は食べないわ。ここまで来ると、好きな調味料の方が気になる。それよりもパスタは、塩だけはストイックすぎ、修行想定期、ワイも何も乗せない。大谷選手と同じや。和製クリロナこと、大谷翔平エピソードの幕開けやな。大谷心の声、シーズン中は食えねえよ。なお、オフの方がさらに節制している模様。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。